はい、それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ、現在マリオ VS ピーチツアー佳境になっておりますね。第2週はピーチカップがリーグ大賞となっておりまして、僕自身はリーグ70に初昇格して、現在リーグ3位、ね、リーグ維持圏内につけております。今日は動画としましてはピーチカップの3コース目、ピーチサーキット RX、 こちらを走り込んで攻略動画にしていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。さあ、お知らせ画面の方にやってきました。ツアー予告ということで、次回からのツアーはひんやりツアーということでやってきております。面白いですね。夏なんですけども、逆にねひんやりできるようなコースということで、バニラレイクっていう形になるのかな。まあね、どんなキャラがピックアップされるのか楽しみですけども、またね、次週からのひんやりツアーも楽しみにしていきましょう。さあ、ではピーチサーキット RX やっていきましょう。こちらのコースですけども、キャラはこんな感じになっておりまして、かなりねピーチチームがまあ優勢なラインナップに なっておりまして、もちろん、ウルトラレアのねキャラを使えれば一番いいんですが、僕自身は今回はピーチということでやっていきたいと思いますので、ね、このポイントもね、今回ピーチに使うためにちょっと取っといたんで、ピーチこれ強化第2段階かな、ちょっとある程度ね、強化して使っていきたいなというふうに思っております。まあこの辺ね、まあ、結構ねやっぱりね、重要な役割をこれ果たしますので、まあ、ある程度強化しておこうかなというところですけども、あ、0枚になる、あ、やばいやばいやばい、よし、この辺しとこうということで、これがね、ポイント解放、多分ポイント解放、ポイントアップかラストになると思うので、ここでねあとは走り込んであげていきたいと思います。あ、今変な喋りだったな。さて、マシーンはこちらですね、アイスランナー、前回のコースで、強化しておきましたので、これ使っていきたいと思います。さあ、マシーンですね、マシーンはいろいろと持ってるには持ってるんですけども、一番レベルが上がってるのがこちらクロニク9というところで、こちらレベル4ですけども、頑張って使っていきたいと思います。では一応すべて最適性レベル7、レベル4、レベル4でいきたいと思います。はい、では1レース目いきましょう。一応ピーチチームのですねチームコイン自体はまあ集め終わってですね、おりますので、個人レベルではね、なんとか、よいしょ、あ、続かないね、いかんね。一応ですね使い切って、集め切れてますので、あとはねチームのためにね、あー、やばい、あー、チームのためにピーチコインをたくさん集めていくという形になりますが、よいしょよいしょ、よし、この辺はオートドリフトも使っていきましょうね、しっかりね、よし、後ろ、よし、俺は食らわないぞという状況を作って、よしよし、よいしょ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 、オッケー。さあ、一応下見の記録がねあんまり大したことないので、まあそれを超えれるようにね頑張りたいと思うんですけども、よいしょ、おお、食らってくれた。下見がね2万3000点ぐらいだったかな、もう全然多分1位にもなれないようなね記録だったと思うんですけども、まあなんとかそれをまずは抜いて、まあ、少しでもねリーグ順位を上げれるようにというところですね。あとはコインフィーバー等を拾いながらですね点数を上げれるように頑張っていきたいと思います。ラスト、間に合わなかったけど下見よりは点数出ましたね。 OK、 まずは下見の記録を2400点ほど更新することができました。まずは3万点目指して、あとはそこからどれぐらい伸びるかっていう感じになると思います。はい、4レース目いきましょう。
OK、 普通のレースですけども、記録少し更新しました。はい、1400点ほど更新しましたね。この調子でまずは3万点いきたいと思います。はい、5レース目いきましょう。よし、コインフィーバー来た。しかもここまでのレース展開めっちゃいい。ここまではめっちゃいい。あとここで、よし、あ、今の記録されたよね。よいしょ。よし、持った、ラッキー。さあいいぞ。よいしょ、ここジャンプアクションを入れる。 OK、いいぞ、もういけるよ記録。あとはもう一回、アイテムチケットは使えないんだった、そういえば思い出したけど。まあでもこの記録でなんとかまず3万点超えたい。このコインフィーバーで、うわ、そう、フィーバー途切れはきつかった。フィーバー違う、コンボ途切れか。よしよし、うわ、3万点きつい。考えさあどうだ、アクションはここまでだ、ラストは出せない。どうだ、うわー、いかねーあれ、3万点って案外きつい。まあコインフィーバーしかフィーバー来なかったですけどもね。これ5レース目、1300点更新というところにとどまりました。頑張らないと。はい、17レース目いきましょう。いや、ここまでレース展開はほぼ完璧だな。フィーバーさえ来ればって感じだけど、いやー、レース展開が完璧なだけに、あとこれ完璧なフルコンボ出せるな今のところ。あ、終わった自分が引いたバナナで終わったけど、まあまあしょうがないね。ちょっとこれはご愛嬌じゃすまんねえな。いや、さっきあそこに置いた時にね、自分が一周してきてあそこ引っかかりそうだなと思ったんですよ。思ったんだけど、こんなもんすね。フルコモも出せなかったし。はい、19レース目いきましょう。わあ、これは良さそう。このレースで3万点出すしかないわ。アシストめっちゃくる。さあこっからだ、動かさずに来た、いろいろと。ナイス、よーし、1周目で1万点いった。
あーバカだな。あれね、1個目のコイン取れないと続かないんですよね。まあこれでちょっと厳しくなったかな。3万点もう1回フィーバー来ればっていう感じですが、このレースで決めたい気持ちもあるけど、ていうかまあ正直言えば3万点で苦労するとは思わなかったですね。うわあ、見えなくてやられたな。うわあはは、うわいかねえ。うわあ抜かれるこれ。うわあ、うわあきついなー。はい、20レース目いきましょう。ここまでのレースが下手すぎて何も言えねえ、何も言えねえ。マジでアクション数も少ないしな、コイン取られるしな。なんか指も疲れてきたしなこれ20レース目。ああ集中力も切れてきた。うわ、なんでなんで当たる、なんでバナナ持ってんのに当たるんだ。どうなってやがるその辺の判定は。ははあー、ここでバナナフィーバーか。うわー、全然追随できねえ。なんでだよ、ひどすぎる。はい、31レース目いきましょう。あー、いい、ここまではいいよ。31レース目、あとは攻撃食らわなければ。なんか食らいそうだったね。もう危ねえなあいつら、なんか後ろ危ねえな。よし頑張ろう。よし、この際爪がもげてもいいから頑張ろう。親指の爪が限界だ、コンボが出せねえ。ふざけんなよマジで、なんなのこのコース、ほんとずっとだわ。あー、はい、あーもうでもコンボ途切れてるからな、もうほんとダメ。畜生め、よし集めたぞちょっとコイン。よし頑張れ俺。どうなる。よっしゃー、やっと運が回ってきた。最後ありがとう。でもこれでどうなんだろう、行くんかな3万点。はい来い。どうよ、行ったか。終われますね。いやちょっとね、3万点いかないと終われないと思って31レース1時間半近くやっちゃいましたけど、アクション数155ですね。コインフィーバー2回残念ながらなんだっけ、フルコンボはできずというところでしたけども、まあ3万点ね、通過点だと思ってたんですけど、ちょっと到達点になってしまったのはちょっと残念なんですけども、まあいかないよりいいわ。はい、これで終わります。トップに戻ります。はい、
トップに戻ってまいりました。ピーチサーキット RX 3000飛んで884点まで行くことができました。初昇格となったリーグ70の、現状を見てみますとですね、4人のみの対戦となっております。他はボットさんたちなので、なんとか昇格圏内で終われそうかなという気がします。残り1日半あるという段階でこの動画撮らせていただいております。いやー、東京スクランブル2万点いかなくて、ニンニン道場3万点いかなくて、もしピーチサーキット3万点いかなかったら、なんていう消化不良なね、カップ戦になるんだっていうところでしたけど、なんとかピーチサーキットは3万点以上行くことができました。このピーチカップ、最初にお話ししたように環境厳しい方なかなか多かったと思います。僕自身も例に漏れずと言いますかね、環境厳しかったですけども、なんとかリーグ維持できたらね、十分かなというふうに思っております。次回のね、ひんやりツアーもですね、また動画たくさん出していきたいと思います。なので今日の動画の内容を、そして今後に期待してくださる方はですね、高評価ぜひ、あとはチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では今日はここまでにしたいと思います。また結果発表楽しみにしていてください。失礼します。